ニュースポストセブンです。現在筑波大学附属高校3年生の秋篠宮家の長男悠仁さま、宮内庁長官による定例会見が波紋を呼んでいます。会見では男性皇族の成年の儀式である成年式は高校ご卒業後に行われる予定であると公表し、園遊会などの宮中以外の行事には成年式以前でも参加される可能性があると説明がありました。園遊会は天皇陛下や秋篠宮さまは成年式の後に初めて参加されており、成年式以前の参加は異例のことです。皇室ジャーナリストはできるだけ早い時期から悠仁さまの存在感を高めたいといった狙いでしょうと分析しています。ニュースポストセブン。